リベンタロウのメインチャンネル、今日はこちら。下からの角度なんですけれども、気にせずでください。残念でもないんですけど、僕的にもそんな残念じゃないんですけど、まあまあこんな悲しい BGM 流れてますけれども、ゲームを削除したいと思います。一番でかいなっていうアプリがあるんですよ。まあなんでゲームしようかって思うと、受験、あと運動も一応ね両立しながらやろうと思ってるので、まあバスケのための時間を確保するため、まあゲームしてる意味がないっていうのも気づきましたんで、まあちょっと前から気づいてたんですけど、ね、やっぱやめれなくてね、でも消しちゃえばやめれると思ってもう消します。だからまあゲーム実況もやめてますし、まあいいんじゃないかなと、正直。まあ金かけてるゲームは消しようもないからやってもいいと思うんですけど、これ無料ゲームってもういい、消しちゃえば一発なんですよ、正直。これが迷ったんですけど、 NBA ライブはちょっとね、バスケ好きだからちょっと欲しいなっていうので残しておきます。まあまあもしかしたらそのうち消すかもしれません。まず一番上、モンスト、ローリングとオセロニアで、5段目の NBAV、 あのウイニングのやつと一筆書きですね。まあパズドラとツムツムも全然やってないんで、前消したばっかなんですけど、もう思い切って消そうかな。じゃあもう早速簡単に削るやつは消していきます。あとはモンストとオセロニアですね。オセロニア結構サブチャンでガチャとかしたんで、ちょっとオセロニア。あ、でありがとう。削除。だー、消えた。でもこれよりももっと辛いというか、今までめちゃくちゃやってきたやつがあるんですよ。モンストです。まあ僕の動画でもね、いろんなね、まあまあネタにしましたよ。なんか全然出なかったから、うわーって投げたりね。それも最後になるんですよ。これが最後のガチャ、銀か、最後の最後でガチの銀や。なんか銀に変わって金になるんかなと思って、ガチの銀でした。はい、震えた。覚悟を決めた、もういい、ありがとう。まあね、802日で、まあ確かにやってない時期もあったけども、やってない時期も含めんでも2年以上はやってるんですよね。もうちょいであと100日ぐらいで3年、まあそれはさすがにないか、あと200日ぐらいで3年か、まあ2年とちょっと、もうモンストをやってると、モンストを開いた日数が2年ちょっとっていう、やばいっすよね。それは面白い質問ですね、じゃねえよ。それは面白い質問ですね、じゃねえよとっていう、やばいですよね。それは面白い質問ですね、じゃねえよ。ガチ消しますからね。っていうか、もうそう、もう、やらないといけ！
めたら、のチャンネル登録をしてね。